どうもコップでーす。どうもコップです。いやもう皆さん聞いてくださいよ、本当に。もうまあコップなんですけど、もう水飲む時とか、あとジュースとかお酒とか、飲む時にその私たちを使っていただくと思うんですけども、もうほんとね、口臭い人から使われることがもう一番最悪です。本当にもうね、いやその私たちコップ業界の中ではそういう人をそのまあ口臭さんっていうふうに言うんですけども、口臭いと書いて口臭さん、うん、もう口臭さんからね、もう使われるコップは最悪です。本当に本当最悪。この前もね、まあ口臭い人から、あ違う、口臭さんからコップ使われまして、でまあこんな風にね飲まれまして、でその口臭い人から使われるのがほんと最悪です。はい、でたまにね、すごい歯磨き粉臭がする、何かこうブレスケアとかね、お口の中のいい匂いする人から私たち使われる分はすごい嬉しいというかね、まあ職業柄いいんですけども、うん、あともうあれ、そのランク付けがありましてね、そのコップの中でもね、まずビール、焼酎、ジュース、水、まあ例えばねこの4パターンあるとしまして、この中で皆さんどれが一番その、まあ、4種類あって、まあ、コップ的に喜ぶか知ってますか？ちょっと考える時間を与えますんで、もう一回言いますね。ビール、焼酎、ジュース、水ですね。この4つから、はい、考えてくださいね。はい。はい、ということでね、まあ、実はね、この4つの中からね、皆様何と思いますか？一番ねコップがね好きな、まあ好きっていうかね嬉しい、種類は実はね水です。もう一回言います。水です。なぜかって言ったらね、ビールとか焼酎とかも臭いんですよ。基本そのまあ冒頭から言ってますけども、その臭いその匂いがするものはコップさんは嫌いですから。まあ、ジュースはね、その3つ目のジュースはまあ甘い匂いもするし、まあまあいいんですけど、ってことでね、やっぱ水がね一番いいんです。なのでまあこういうふうにね、水を飲んでますけども、まあこの辺をね話すと、よりこうまあコップが皆様のことをそのどう思ってるかっていうのが分かってもらえたかと思うんですけども、いやー本当にね。でそのまあコップもね、いろんな種類がありましてね、まあこういうコップから、最近はね、まあこんな形とか、こんな形とかいろんなコップがありますんで、まあコップ業界ね、これからも、前進して前に進んで、皆様の役に立てるように、いろんなコップで皆様のお供をしますので、ぜひともね、いっぱいコップを使ってください。使われることがね、私たちの、まあ、本望というかね、ですし、もう本当、使ってもらえるのが嬉しいですね。で今ね、もういろんなところでね、僕あ違う、自分たち使われてまして、まあ、屋外とかね、もちろんその食卓とかで使ってもらえますし、あとまあ会議とか、いろいろ。でもね、実はね、コロナウイルスが最近流行ってるでしょ。なのでこうやっぱりね、どうしてもこう紙コップ
ップ、まあ私たちからすると紙コップはライバルなんですけど、紙コップを皆さん最近使うのよ。これをねお願いします。できればねコップを使ってください。普通のコップ、今日はそのこのコップからのお願いも含めて、この辺で終わりにしますけども、ぜひともねコップを改めてよろしくお願いします。